りじゃ。してやったのう、安人殿。どうやら航路も無事のようだ。このあやかしはここで捕らえ、家康殿に処遇を委ねることにいたす。盗みは人の世における罪なれば、あやかしといえど人の方で裁かれねばなる。
撃てあやかしまでも使うとは三河武士の意地を見せてくれるわ。